こんにちは、カバゴロです。今回はこちら、ティバーのサムソノフフォースプロブラックエディションを使用してみた感想、初期レビューですかね、それをお送りしてみたいと思います。基本情報、2014年7月発売、板厚が 6.8 ミリの7枚合板ラケットになります。2016年のリオオリンピックでベスト4に進出したサムソノフ選手が当時使用していたと言われるラケットになります。卓球王国のシダイベントおよびティバーのサムソノフおよびスッチ選手来日イベントにおいて、私はこのラケットのシダ経験がありまして、それでいい印象を持っていたので、いつか使ってみたいと思い、最近購入してみたという感じですね。最近全然試合に勝てないとか、なんかこれ以上普通に練習、今まで通り練習してもうまくなんねんじゃねえかとか言って、用具探しの旅にまた出たりとかする、その過程の中で、ついに手を出してみたという感じですね。はい。で、結論は、柔らかい打球感こそ良かったんだけど、これは使わないかなというふうに今は思っているという感じですね。詳しくお話ししていきたいと思います。購入に至った経緯、先ほどもちょろっと言ったんですけれども、インナフォース ALC がどうも扱いきれない感じがして、エヴァンホルツ5枚とか、5枚プラス特殊素材のティモボル ZLF とか SK7 クラシック7枚ですね、あと同じ7枚のエヴァンホルツ7とか試したんですけど、どれも自分にはその時あんまりハマらなくて、でそれで5枚のような回転のかけやすさと7枚の持つ安定性を併せ持った誰にでも使いやすい、その普通の用具としてのこのサムソノフブラックエディションに、白羽の矢を立ててみたという感じですかね。はい、それで買ってみたんですね。で最初は至って普通の5枚合板のラケット買う気でいたんですけど、板打つのラケットはブロックがやりにくいのではないかという不安があり、もともとはしなりでドライブを打つのが好きだったんですけど、そういうロマンとかよりも、なんかトレンドや実際の使いやすさっていうのを優先させてみたいと思って、今7枚とかむしろいいんじゃないかなっていう、なんかそんな気持ちで買ってみたっていう感じですね。はい。でさらに言うと、といってもこれ余談になるんですけれども、私はこのカバゴロチャンネルを3年間かけて収益化させまして、そこで自分になんかご褒美っていうか記念品を買ってあげようと思い、それを何にしようかずっと考えていまして、その先にですね、収益化したもう一つのチャンネル、アマネデザインではですね、収益化記念品に真冬に仕事でも使える着れるですね、上着を買ったんですね。はい。で、そんな感じで、できれば長く手元に置ける記念品だから、3年間かけて達成したものに対する記念品なんで、長く手元に置けるものにしたかったんですけど、どうしてもね、何がいいか分かんなくて思いつかなくて、でその迷ったんですけど、このカバゴロチャンネルの収益達成記念は何にしたかというと、これも含めてなんですけど、新しい卓球への世界セットっていう名付けて、それがこのラケットと、マシン練習場への入会っていうのと、もう一つ卓球スクールへの入会っていったような内容としました。あとちょっとウェアなんかも買ってるんですけど、本当のことを言うとね、ご褒美だから、そのこれは仕事っていうか、自分のこの YouTube とは一切関係のないものにしたかったんですけど、思いつかなかったので、そういったものを自分にご褒美として送ったっていうことで、このラケットが今あるという感じですね。はい。ということで、いつも以上にですね、思いを込めて、一度一緒にですね、これ過去の動画でアップしてるんですけど、プレイしたことがある一緒にですよ、サムソノフ選手に思いを馳せながら、レビューしてみたいということで、いつも以上に慎重に進めていったという感じですね。はい。で話だいぶそれましたけど、実践的な話に移っていきます。こちらのラケット、個体は 89g で、でグリップはアナトミックになります。はい。アナトミックグリップですね。で使用したラバーはフォア面が消去3ブルースポンジで、バック面最初ラザンタ R37 貼って、今はミズノの Q クオリティを貼っています。はい。で弾みを抑えつつ回転がよくかかるようなラバーを選んだつもりという意図がありますかね。はい。でね、まずフォア打ちしてみたんですけど、思ったより弾むなという印象を受けました。はい。でしかもこのグリップが結構太くて、てか太すぎて、
手から離れてしまいやすいかなと感じました。はい。で、打球感は非常に柔らかくて、なんかボールを包み込むようなソフトな感じっていうのは確かにあったと思います。はい。で、またやっぱ7枚合板ラケットってことで、なんかこう木の塊で打ってるような、なんかこう、まあ、僕が7枚のラケットのレビューでよく申し上げてるんですけど、なんかまるで打球感を感じないかのような打球感、感覚っていうのは、まあ、エヴァンホルツ7枚とか SK7 クラシック同様にこれにも同じようにあるなというふうに思いました。なんで自分にとってはですね、これが好きかというと、どうも私はしっくりこないんですよ。やっぱこの7枚合板ラケット特有のこのなんか打球感があるんだかないんだかよくわかんないこの塊感みたいなのがどうもしっくりこない。まあ慣れればいいだけの話かなと思ってるんですけど、やっぱあるんだなっていうふうに思いました。はい。で、続いてドライブなんか打ってみても普通に打つことができるかなっていう感じですね。はい。この前あのローズウッド XO ってスティガのラケットのレビュー出しましたが、あれみたいなポコポコって感じではなかったで、もうちょっとなんか普通のスタンダードな打球感かなっていうのは良かったと思います。はい。なのでブルスポとの相性も悪くないかなという感じで、打球感が硬くないんで柔らかく打てる感じにはとても安心感を感じることができました。で、同じように突きを下回転打ちってことでドライブしても普通に打ち込むことができたという感じです。はい。で、続いてバック打ちですかね。バックでも打ってみたんですけども、基礎打ちはとてもやりやすかったです。ボールの真上をこう回転をねかけるように打っても、プッシュするように打っても問題なくコートに収まってくれたなっていう感じで、続いて相手のツツキをこうバックドライブしていくことをやってみても、最初はね R37 で打ってみたんですよ。まあ普通かなって感じ。うん。で、その後でこの Q クオリティに変えてみて打ったところ、まあ、結構いい感じのボール打てるかなってことで、まあ、やっぱり打球感が柔らかい目のラケットなんで、あんまり柔らかすぎるだけラバーと合わせちゃうとちょっと甘くなりすぎるかなっていうのはあるかなと思いました。はい。で、まあ、さっきグリップが太すぎるって話に今度移るんですけども、さっきちょっと言いましたけど、このねグリップっていうのが、あのね、太ければ太いほどいいかなって私思ってたんですよ。でもね、このラケットのグリップはね、さすがにね太すぎました。はい。ちょっと違和感をね初めて感じましたね。打ってて、あれなんか太いなっていうのを感じて、そしてですよ、私卓球人生の中で初めて、まあ、バックなんですけどスマッシュを打とうとしたら、このラケットが手からすっぽ抜けて、まあ、思いっきり、まあ、上なんですよね、上に飛んで、 前上ぐらいに飛んで、相手にめがけて飛んだわけじゃないからよかったんですけど、まあ、とにかく相手にすごい危険な思い、怖い思いをさせてしまったっていうことがありました。はい。こんなもうなんだろう、子供の時から含めると8年ぐらい卓球やってるけど、初めてこんなことしてしまいましたね。はい。ってことでグリップがちょっと太すぎるということがありました。はい。まあ、そんなわけでいろいろな観点から見ても、これまで5枚合板とか5枚プラス特殊素材をまあ割とこうメインに使ってきた自分から見ると、うん、このラケットは普通の7枚合板のラケットだなっていう感想になり、そしてやっぱり自分は5枚系が好きだなっていうふうに思ったと。なので自分は使わないかなっていうふうに、まあなんとなく思いまして、そして自分の場合なんですけど、やはり5枚を基本とした板薄系の世界を、まあ、やっぱり探検していくべき、それが自分の使命なんじゃないのかなみたいなことをですね、改めて思ったっていう感じですかね。はい。まあ、せっかくね新品でラケットを購入してみたので、まあ、非常に残念な気持ちがありますね。このラケットはでもあまり使うことはないだろうなってことになってしまいましたからね。はい。まあ、板厚で厚くてね、で打球感が柔らかい7枚5枚合板のラケットってことで、まあ、ごく一般的に申し上げて、おそらくテンションラバーとかに合わせるともっと普通に使いやすいんじゃないかな。固めのテンションラバーとかね、はい、もしくはバックとか、まあ、方でもいいですけど、表ソフトなんか貼ったりしても結構生きる感じの特性があるかもしれません。はい。そんなわけで改めて申し上げると、打球感が柔らかくて、まあ、そこまでは弾まないので非常に扱いやすい7枚合板ラケットっていう印象を受けました。しかしながら私にとっては粘着ラバーに組み合わせたいという条件があったりですとか、これまで使用してきたラケットっていうのがやっぱり5枚
とか5枚プラス特殊素材中心だったっていう、まあ、経緯がありまして、これまで使用してきたラケットを思い出し比較した時にはやっぱこのラケットを絶対使いたいんだって思えるほどのポイントやメリット、特徴とか、まあ、なんか新しさ、新しいボール、新しさっていうのが、まあ、なんか見出せなかったかなっていうのが今のところの結論というふうになってます。はい、まあ、そんなわけで私は先ほど申し上げたんですけど、5枚とか5枚プラス特殊素材の板薄のラケットをこれから深掘りしていきたいのかなというふうに、まあ、このレビューを通して思ったという次第です。はい、というわけで今回の動画は以上になります。今回はティバーのサムソノフフォースプロブラックエディションを使用してみた感想ということでお送りさせていただきました。よかったら何かの参考にしてみてください。というわけで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。